続きまして加賀友禅ごいきなクラブの皆様と加賀友禅大使の方々です。金沢港ウェルカムクラブの一員として到着する国内外の船のお客様を石川の伝統工芸である加賀友禅でお出迎えしています。ではお願いいたします。石川県金沢は着物の町という印象が強いと言われています。私たちは全員がボランティアとして、女性は日本の三大友禅の一つである加賀友禅をまとい、男性も着物姿でさまざまなイベントに参加し、ご来見される皆様と交流を図ってまいりました。これからもより一層石川県や金沢市に魅力を感じていただけるように、おもてなしに必要とされるいろいろなマナーを身につけていきたいと思います。さすが工芸石川、さすが加賀百万石城下町と言われるよう、地域の文化を学んでいき、私たちおもてなしすることを宣言します。加賀友禅ごいきなクラブと加賀友禅大使でした。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。